営団地下鉄6線系、1971年から1978年にかけて順次開通していった、千代田線向けに導入された20メートル級の通勤電車で、実用化されて間もないアルミ合金製車体や、回生ブレーキの使用を可能にする電気紙直破制御など、当時最新の技術をふんだんに詰め込み、また左右非対称となっている非常貫通扉を端っこに寄せた前面など、先進的なデザインについても兼ね備えており、その幾多の先進的な部分が評価され、1972年のローレル賞を受賞するに至るまでの実績も持っている電車だ。そんな6線系の歴史は、1968年に3両編成の試作車が製造されたことを始まりとしており、6線系は試作車製造から1990年までにかけて、3両編成1本と、10両編成35本の、合計353両が製造された。ところで営団地下鉄では、6線系以降の車両について、古い車両を大切に末永く使いましょう計画、営団地下鉄バージョンにより、車齢40年程度までこき使い回すことを企んでおり、その間に3度の修繕工事が行われることが想定されており、車齢10年程度で C 修繕、20年程度で B 修繕、30年程度で C 修繕を施工した後、車齢40年程度となった際に新型車両を投入して駆逐し、重機の餌にすることを想定していた。なお C 修繕とは簡易的な補修工事、B 修繕とは大規模な更新工事のことであり、この上には A 修繕というものも存在するが、A 修繕に関しては5線系以前の車両において施工計画があったもの、実際に施工された事例はなく、また施工内容も未定であった。1988年より、順次車齢が20年を経過しようとしている6線系に対して、B 修繕工事が行われるようになり、その第一陣として、1988年4月に6線109編成が B 修繕を受けた。なお6線109編成は、アルミ車体の劣化診断も工事内容に含まれていたため、自社の綾瀬工場や新木場カーリニューアルで B 修繕を行うのではなく、製造メーカーである川崎重工業に投げつけた上での B 修繕施工であった。その後、1989年に6線108編成及び6線110編成に B 修繕工事が施工されたのを皮切りに、順次6線系に B 修繕工事が施工されるようになる。その B 修繕工事ではどのような魔改造を6線系に加えていったのだろうか。今回は、6線系に施工された B 修繕工事の内容から見ていくことにする。では、B 修繕工事では、どのような魔改造が6線系に施されていったのだろうか。まずは、3次量産車までに施工された B 修繕工事の内容について見ていこう。外装関係では、台枠、外板、屋根などの車体修理や、空気配管や偽装配線の取り替え、乗務員室のダー交換、プレートネジ止め式のラインカラーを、フィルム式のものへ変えたりなどしている。内装では、内張りの化粧板や、座席モケットの交換などが行われているほか、ダーが新品に交換されていることが共通点となるもの。ダーエンジンについてはそのまま使い回されている。共通変更点としてはこの程度だけであり、その他にもいろいろな工事が施工されているが、編成ごとに施工されていないものも存在したり、また施工内容が異なっていたり、さらにこれらの各工事を B 修繕とは別に行われた編成も存在しており、特に冷房化改造工事については、初めは B 修繕と同時に施工していたのに対し、完全冷房化を早めるために、1992年度から1994年度にかけて、単独工事で冷房化改造を行った編成も多数存在し、その間 B 修繕工事は中断されていて、冷房化同時施工車と冷房化先行施工車とでは、内装配色などが異なっている点も挙げられる。まず、1991年度の施工車から、放送設備の更新とともに自動放送装置を整備し、車内外の行き先表示器も LED のものへ交換。この行き先表示器 LED 化や自動放送装置整備などに関しては、それ以前の施工車についても順次後付けで行われている。また、車内保温や騒音対策などの観点から、キノコ型貫通路に関しては幅を狭くして、貫通扉の設置が行われているが、これは初期に B 修繕を行った編成では全車両の片側に貫通扉を設置したもの、大半の編成は一部のみの施工か未施工になり、2000年代に入ってもキノコ型貫通路が現役であったが、2007年より全車両を仕切れるように一部編成が改造されたものの、施工が全編成には及ばず、最後までキノコ型貫通路が現役だったという編成も
数編成存在していた。なおこの時の新設貫通扉は、妻面に窓がないことで申請時から存在する貫通扉と見分けがつく。さらに全編成を対象に窓サッシの交換が行われたもの。この工事に関しては最初に施工した6109編成のみ省略され、それ以外の編成に関しても、冷房か同時施工者が上段バランサー付きの他の字型二段窓であるもの。1995年度以降の B 修繕単独施工者は一段加工窓に変更され、6109編成も後年一段加工窓へ取り替えられている。そして編成ごとに違う内容となっている工事のうち、最もでかい工事内容となるのが、制御装置更新改造であろう。これは制御装置に使用される半導体素子の劣化や、それに伴った故障の増大などを考慮しての更新内容であり、コスト削減のため主電動機は流用したまま、GTO サイリスタ素子を使用した直波制御装置へ更新。制御装置は三菱電機製と日立製作所製の、二つのメーカーのものが引き続き用意され、このうち三菱電機製のものについては、七次量産車の6135編成に搭載された制御装置と同じものが使用されている。また、これに合わせて、6135編成に採用されたユニバーサル表示機も、運転台に追設されている。この制御装置更新工事に関しては、1990年度に B 修繕を施工した6110編成より施工が開始され、1991年度までに、6110編成のほか、6112編成、6107編成、6113編成、6103編成、6105編成に施工されたが、冷房化を優先するために B 修繕が後回しにされ、1992年度には冷房改造と同時施工で6106編成、6111編成、6115編成に施工された。しかし、この内容での制御装置更新はこの9本のみにとどまることになる。1995年度より、B 修繕の再開に合わせて制御装置の更新も再開されることになったが、この間に IGBT 素子を使用した 3VF インバータ制御が実用化されており、インバータ制御を採用することで、より一層の省エネルギー化や、メンテナンスフリー化が可能になることから、6000K の制御装置更新においても、この方式を使用して更新を行うこととした。この際、制御装置は4箱ゲート分散型の 1C2M4 群制御の 3VF インバータ制御装置へ交換されたほか、主電動機についても換装され、新しい主電動機には、MM-IQ 型という形式が付けられた。出力 160kW の誘導電動機が採用された。また 3VF インバータについては、引き続き三菱電機と日立製作所の2社が製造したものが搭載されることになる。なお、この制御装置更新は約10年ほどで投資コストが回収できるとされており、また 3VF 化を施工した編成は2020年代まで使い倒す予定であった。この 3VF インバータ制御方式での制御装置更新は、B 修繕施工済みの6109編成の施工を皮切りに工事が開始され、以降1998年までに B 修繕と同時施工で8本、その他本格的な B 修繕を行う前に6121編成が、またすでに B 修繕を行った6108編成もこの内容で制御装置更新を行い、その後に実作者の6101編成も、1999年1月に B 修繕と同時にこの方式で制御装置の更新を行って、三次量産車以前の編成の制御装置更新は完了となり、これで初期のブロワーによる強制風冷直波は全廃されることとなった。なお二次試作車の6101編成に関しては車体の裾が特徴的だが、この制御装置更新で裾の一部に切り欠きが設けられたもの、小田急線内には引き続き車両限界の関係上、乗り入れが不可能であった。なお B 修繕工事自体は、2000年度に6121編成が施工されたのを受けて、三次量産車以前の全編成において施工が完了している。また一次試作車に関しては1994年に更新工事が施工され、内装やダーなどが更新されたと同時に、台車が東西線用5000系の廃車発生品に交換されているが、千代田線本線で走る6000系の B 修繕車と違い、制御機器の更新はされておらず、また側面窓サッシも交換されていない模様。三次量産車以前の編成が全て B 修繕を終えた後、1999年12月に新 CS-ATC、またの名を ATC10 型という、一段ブレーキ方式を使用した新しい保安装置を使用するために、車両側の ATC 機器更新や運転台の改修などを行い、2002年から北綾瀬支線にてホームダーの使用とワンマン運転を行うために、一時試作車に関連機器が5000系ともども積まれたこと以外、6000系に大きな変化はなかったもの。
2003年からは4次量産車以降の編成に対しても、修繕後20年以上の使用を想定して B 修繕工事が施工されることになるが、4次量産車以降の B 修繕工事では、工事内容がまた変化している。まず内装は基本的に変更はないもの、千鳥配置で車内に LED 式旅客案内装置が搭載されたほか、2号車と9号車に車椅子スペースが設置されたり、袖仕切りの化粧板が交換されずに、化粧シートを上張りしている点が異なる。なお車椅子スペースについては、後年1次試作車を除く3次量産車までの編成にも設置されたほか、LED 旅客案内表示器についても一部の編成に設置されている。また交換されたダーのガラスが大型化されている点も、内外ともに目立つポイントであろう。なおダーエンジンは交換されていないため、爆弾ダーは爆弾ダーのままである。しかし変更内容が多いのはこういった乗客が直接目に触れる部分ではなく、引き類についての変更である。まず 3VF インバータについてであるが、高耐圧の IGBT 素子がすでに実用化されていたことや、更新コスト、メンテナンス性などを考慮し、3次量産車以前の 3VF インバータ制御下に使用された、1C2M4 群制御の制御装置は採用せず、東西線用 05K 11次車以降や半蔵門線用 08K などに採用された制御装置に準じた、1C4M 制御のものへ変更された。制御される主電動機は、これまた東西線用 05K 11次車以降や半蔵門線用 08K などに採用されたものをベースにした出力 165kW のものを採用。電動車の各軸に1つずつ1両の電動車で4個の主電動機が搭載されているのは変わらないもの。それまで6両あった電動車のうち1両が電装解除されて電動車が10両中5両となっている点が特徴的である。またこの非回路機器更新に合わせてブレーキも車両単位均一方式ではなく回生ブレーキを最大限活用した遅れ込め制御を活用したものとなっている。さらに冷房装置がより能力の高いものへ更新され、そのついでに補助電源装置についても更新され、冷房電源の DC-DC コンバータとその他補給類用の電動発電機を撤去し、新たに出力 240kVA の静止型インバータが編成で2台搭載されている。なおこの時設置された新しい冷房装置には車外スピーカーを内蔵しており、このスピーカーから乗降促進放送を流すことができる。ところで、この4次車以降の B 修繕施工途中のことであるが、2004年4月1日。営団が潰れ、東京メトロが誕生した。そして、東京メトロになってからも引き続き B 修繕工事が施工され続けていたが、東京メトロになってからの施工編成では、ダーガラスが複層式から単板式に変更となり、また両側についていた取っ手が、片側のみの設置に変更されるなどの小変更がある。そして若干の施工内容を変えながらも B 修繕工事は全編成に施工され、4次量産車の6122編成、6124編成、6128編成と、5次量産車の4本のみに施工された段階で、この工事の施工は終了となってしまった。その後、2007年より3次量産車までの 3VF インバータ制御車と6次量産車の6134編成を対象に、編成構成の組み替えが行われ、もともとは上の図のような編成形態であったが、組み替えにあたって下の図の編成形態へ変更されている。これは編成形態のバランスや車両性能などを考慮して行われたものであり、同時にこの形態変更工事を行った3次量産車以前の編成は遅れ込め制御の追加や、もともとの2号車が8号車に移動したことによる、新2号車への車椅子スペースの設置、またそれに伴って現2号車である8号車の車椅子スペースをフリースペースへ変更するなどの改造が加えられた。なお2次試作車に関しては当初組み替え対象外であったが、2012年に組み替えが施工され、付随車が4両連続し、電動車が代々木上原方に4両、綾瀬方に2両配されていたものが、中間電動車のみで構成されるユニットを5号車と6号車に移し、電動車と付随車が2両ずつ互い違いに配される編成形態へ変更されている。また2012年3月から使用が開始された小田急の新しい保安装置である DHSP の設置工事についても順次施工されていった。改良を加え続けながら増備され続けて大小様々な魔改造も加えられながら使い続けられてきた6000系、初登場から40年が経過した2009年においても全車が健在というなかなかの生命力を見せてくれたもの。
2009年11月、2010年からついに6000系駆逐用の新型電車、16000系を導入することを発表。川崎重工の EFS、また橋立製作所の A トレイン技術を活用して作られた、近代的な見た目のアルミ製ダブルスキン構造車体を備えるその車両は、アルミフレームと強化ガラスを多用した、先進感ある内装が特徴的であり、また誘導電動機と IGBT3VF の組み合わせに代わる新たな省エネルギー視回路機器として、国内の新生車両では E331 系に次いで2例目、かつ量産採用では初の永久磁石動機電動機を使用した視回路システムを採用していることが特徴であり、その先進的なデザイン性と最新機器の積極採用により、6000系に次ぐローレル賞受賞も果たしている。まずは2010年から2012年にかけて10両編成16本を順次導入し、この16本の導入によって、6000系は直下制御車を順次駆逐していった。廃車となった6000系はそのまま重機の餌になるものも一部存在したが、ほとんどの編成はインドネシアへ輸出され、KRL ジャボタベックへと譲渡された後、ジャカルタ近郊をはじめとした、ジャカルタ首都圏の通勤電車にて使用されている。なお当初6次量産車と7次量産車については、16000系の導入後においても B 修繕工事を施工し、使い倒す予定であったもの、計画変更と、7次量産車の6135編成については重度の故障を起こしたこともあり、結局は16000系導入による駆逐の対象となってしまい、7次量産車の6135編成は重機の胃袋の中に放り込まれ、6次量産車の日本に関しては、インドネシアへ輸出されていった。なおその後、2014年に東西線から3両編成に短縮され、B 修繕工事をはじめとした各種の魔改造が施された05系がやってきて、一時試作車についても、2014年いっぱいで運用を終了し、新木場車両基地にて胴体保存兼訓練用車両とされることになった。3VF インバータ制御化された編成については、今後2020年代以降までしばらく末永く大切に使い続ける計画であったものの、千代田線全駅におけるホームダー設置計画や、それに伴った ATO 使用開始などに伴い、2015年度より、3VF インバータや補助電源装置、吊り革や車体外側帯の色など、一部の仕様が変更された16000系が再度導入されることになり、まず故障しがちであった06系を重機の餌にした後、3VF インバータ制御へ魔改造された6000系の駆逐についても開始され、こちらについても一部編成のみ重機の餌となったが、二次試作車の6101編成を含め、ほとんどの編成はインドネシアへ輸出。KRL ジャボタベックへと譲渡され、ジャカルタ首都圏の通勤電車にて使用されている。なお結局のところ、4次量産車以降の B 修繕施工車に関しては、施工から10年前後で駆逐されることになってしまった。さらに2017年5月には小田急線内の列車無線更新により、小田急線への乗り入れから完全に撤退。2018年3月のダイヤ改正では6000系が付ける日中運用が消滅し、活躍の場を徐々に狭めている。現在は小田急市運用代走の兼ね合いもあり、6102編成と6130編成の2編成だけが朝夕に細々と活躍を続けているもの、完全引退はいつ迎えてもおかしくない状態であり、今後の動向が非常に注目される。A 段地下鉄6000系。その車両は世界で初めて回生ブレーキ付きのサイリスタ直下制御を実用化した車両であり、また営業運転用としては国内初となる、回生ブレーキ付き電気式直下制御を採用した車両でもある。そして先進的な技術を採用すると同時に、先進的なデザインも同時に取り入れ、その先進性は高く評価され、鉄道友の会ローレル賞を受賞するほどである。6000系は2回の試作と7次にわたる量産によって36編成、353両が製造され、幾度にわたる増備や魔改造などを加えつつ、40年以上もの間、長年千代田線の主力車両として活躍を続けてきた。そんな40年前の先進的車両も、2020年へと向かう前に完全に引退することが予想されるが、その斬新的なインパクトはいつまで経っても忘れられることはないであろう。